ってきたぞ学校から。ご苦労様でした。ありがとうございました。疲れました。疲れました。お前のせいで靴ずれだよ私絆創膏してったから。慣れない革靴履かせやがって、こんちくしょうが今日は高校の入学式でした。そうでした。お疲れ様でした。手つないで入ってこないんだね、高校の入学式は。いつの話をしてる。幼稚園の話してる。幼稚園手つないで入ってくるしは大体。そう入ってこないんだと思って、面白かった。面白くない。友達できた。できた。できたの。まあ、ないですよ。最低で自分の。でほら初日だからすごいと思ったの。むしろ話しかけてくれたの。話しかけてくれたの。ありがたい話。ありがたいね。どうもありがとうございます。仲良くしてください。なんか私さ、リボンつけてないから全身真っ白だね。なんでハスに構えてんのお前。ハス、カメラに対してハスに構えてない。ハスに構えてる。こうだろってことだ、うん、おばあちゃん写ってしょ、それ。これね。そう、ちょっと細く見える。こうやってね、間違こうやって座ると細く見える。太いな。太いよ。逆にさ、旅行に行った時のおばあちゃんたちってみんなこうやって撮るんだよ。そうだよ、怖い。細く見えるから。ママの、ね、おばあちゃんそうだもんね。ね、取れないね、今ネックレス。ママね、あれ一人暮らしだったらね、あれで後ろチャック落とせないからね。もう一生着たまんまになる。入学式のワンピースできないのよ、チャックが。はい、ということで、まあ、今日は入学式のモーニングルーティーンを実は撮ってました。はい。なので、そちらの動画をお見せしようかなと思います。モーニングルーティーンっていうタイトルでいきなりこの画面から始まったらなんだこれやと思うね。あ、コメント不対策です。コメオフジジイです。どうも。そうなんです。だから先にこれを持ってきました。入学式終わっちゃってね。はい、ということでよかったら見てください。せーのどうぞって言ってね。分かった。こっちの手で、こっちのこっちの手でね。はい、分かった。はい、せーの、どうぞ。ピント合ってね、カメラ当たってる。おはようございます。おはようございます。大丈夫。今日は入学式です。はい、シャワー浴びてくる。何？シャワー浴びてくる。シャワー浴びてくる。はいよ。全部そこで顔洗いも歯磨きも済ましてきちゃいます。はい大丈夫。うん、うん、はい、行ってらっしゃい。行ってきます。はい、お風呂上がりました。お風呂っていうかシャワー浴びました。おはようございます。今日はさっきも言ったんですけど入学式です。で、ママもパパも入学式準備してるので一人で撮ってますで、まあ入学式だからっていうねことでね、朝シャンをしてきました。髪いい匂いだといいなってぐらい感じです。で、朝ごはん食べます。朝ごはんはパン、卵が入ってるパン、この中に入ってます、この隙間に。と、あとイチゴでございます。と、あと牛乳。いただきます。いただきます。最初は飲み物を飲みたい気分です。うまっ。パパは果たしてワイシャツは入るのか。まあ卒業式の時に買ったからワイシャツ。やばくない？ずっと使ってたやつ、結局もう首が太すぎて入んなくて買い直しました。やばいよね。うまっ。んじゃ、とりあえず食べます。完食。美味しゅうございました。でも時間やばいんで、髪乾かします。やばい、やばい、やばい。どうも、戻ってきました、部屋に。じゃあ、もう急いで髪を乾かしていきたいと思います。髪乾かして、急いで、まあ、ヘアアイロン通して、髪結んでいくって感じです。じゃあ、とりあえず、乾かします。はい、今髪乾かし終わってワイシャツ着ました。下はまだパジャマです。で、ここの一番上のボタンが自分じゃできないので後でママにやってもらいます。気にしないでください。じゃあとりあえずもう本当にやばいです。あと15分ぐらいで出ないと
時間がないです、やばいです。よいしょ。いやもうね、しっかり高校生になれるね。なんかずっとさ、まあ、一応4月1日からさ、一応は高校生だったけどさ、実感ないやん、制服着て学校行ってないから。だからなんかやっとって感じですね。楽しみです。バッグの中はね、前ね動画で準備したのでね、よかったらこちらの動画も見てください。服ば買った時に、まあね、最初が肝心ということでね、ちょっと頑張って話しかけやすい雰囲気を作ります。顔で友達ができるように頑張ります。もう同じ学校で今見てる人いたら本当に仲良くしてください。よいしょよいしょ、えいよ、 OK で、とりあえず一応髪ね、乾かしたばっかだけど、一応ヘアアイロンちょっと通して、あと前髪もヘアアイロン通したいんで、とりあえず一旦後ろの髪から前髪、嘘ついた、前髪を先にやっちゃおう。OK で、180度にして後ろの髪の毛をまっすぐにしていきます。まあ、初日はこんぐらいのね、ここに出るっていうか一本結びの方が多分いいと思うんで、高さがちょっとアホ毛は後で整えます。行く直前に整える派です。よいしょよいしょよいしょ、 OK。 まあね、やっぱり頑張ってね、いろんな人に話しかけてね、行こうと思います。頑張ります。よし、 OK、 準備完了。準備完了準備完了。まあ下パジャマだけど、だね。別にこれでもいいけどね、楽だから。これでいく。あ、素敵素敵、全身白。全身白だね。しかもさ、ベストとさ、この色がさ、似てんじゃん。で、ここがさ、ワイシャツが明るい白じゃん。えぐださって感じ。高校生だって。知ってる。できる、大丈夫。できる。もう心配すんなし。いや、なんかさ、信じられないなと思って。楽しみ。入学式なので、ママもとっても素敵なお洋服着てます。いいですよ、似合いますよ。本当ですか。でも動画撮り終わったらこれつけてもらっていいですか、ボタン。あ、ボタンです。硬いですか、まだね。そうなんですよ、早く洗ってね、緩めたいですよね。そうね、まだ 何回か洗えば硬くてね、つけられないんですよね。ダメですね。パパも今それやってますよ。あ、やってます。はい、パパのはそんな硬くないから、ネクタイやってるんじゃないでしょうか。こうやって、そう、この音好きなの。ネクタイ上に上げるときのこの擦れる音。その擦れる音ね、あ、そうなんだ。まあ、その音が好きな人用です。今お医者はリボンですけどね。そうだよ。ということで、高校生葵頑張ります。じゃあもう時間やばいんで、電車行っちゃうんで、はい、行ってきます。行っちゃったっつってね。確かに入学式から待って、違うんで、食パン加えてさ、やっぱあれでぶつかって、実は同じ学校でしたみたいな。やろうぜ、ね、古くない。いや、定番じゃない。ごくいちこぐわ、それさ、昭和だよ、昭和。邪魔だし、ごめんなさい。ああ、今日嫌な人に会っちゃったなって、学校で隣の席で、さっきは前回で出会いに発展。なんで朝からそんな笑ってんの。食パン加えて走ってたら、マジ変な人だと思われて。だから本当に行っちゃうんだって。そうだよ、じゃあ行かなきゃ。はい、じゃあ行ってきますよ。高校生でも YouTube 頑張りますので、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張ろうね。はい、はい、じゃあ行きましょう。はい、行こう。じゃあ行ってきます。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そして Twitter、Instagram、TikTok、あおりゲームズもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。